Thank you.
侵入方法だけど、もしかしたら通気口が使えないかな。アドル、中庭の北西に扉があるんだが、その先に確か通気口があったはずだ。他の区画とは随分雰囲気が違うみたいだけど、なんとなく監獄っぽくないな。ここは書庫みたいだね。バルドゥーク要塞？随分と古い地図だな。そうか、バルドゥークが城塞都市だった頃の地図か。要塞を中心に放射状に広がってるのは昔の脱出路みたいだな。擦り切れていて読めない部分も多いけど、確かにそうだね。脱出路は今も使えるのかな。トックから使えそうなのはジリオン鉱山から町の墓地へと抜ける通路があるみたいだな。アドル、妙だと思わないかい？監獄地下の全容は未だに分からないとされているはずだ。だったらこの地図は。ふざけるな。今日こそ話してもらうぞ。なんだろう。扉の向こうから聞こえたみたいだね。不当な逮捕がこれほど続けば
誰だって不審に思い始めるわ。最近監獄内で異様な巨大生物を見たという妙な報告も相次いでおる。聞けばいずれも聖国騎士団管轄下の区画で報告されたものだ。囚人たちをこのキンクトやらに連れ去っているという噂もあるぞ。ほう、そうでしたか。とぼけおって。グリア統治における貴公と聖国騎士団の功績は絶大だ。だからこそ本国もその治安維持や監獄に関わることを認めてきた。だがこの数週間における騎士団の動向はあまりに目に余る。総督が不在だからこそ軽挙妄動は慎むべきではないか。この禁区は7年ほど前に発見されたと聞いておる。あなたがこのグリアに聖国騎士団を発足させてまだ間もない頃だな。聖国騎士団シャトラール団長、一体この場所で何をやっておるのだ。75点合格だ。本国の中央上層部に煙たがられ、属州のグリアへ配置されたにもかかわらず仕事熱心なことだ。何？貴様どうしてそれを。連れて行け。シャトラール、貴様本性を現したな。俺を一体どうする気だ。何、次はあなたの番というだけだ。せいぜい役に立っていただこう、我がグリアのためにね。なんだと。ちょっとした手続きの後、あなたにはロムンにお帰りいただく。そしてこのバルドゥーク、いやこのグリアは我々グリア人の手に帰るのだ。参ったな。とんでもない場面に遭遇してしまった気がする。捕まったのはロムン帝国のベルガー監獄長だよな。下手に知らせると僕たちの身も危険かもしれない。この監獄は騎士団の制圧下にあると考えた方が良さそうだ。とにかくここにいるのはまずい。一旦外へ出てトックに戻ろう。参ったな。監獄はいろいろ噂があるけど騎士団にあんな動きがあるなんて。できればそうあってほしいよ。ただ何らかの方法でロムに対抗しようとしているのは確かだね。そしてその口火としてロムの監獄長を捕らえた。あの団長の様子だと周到に準備を進めているみたいだ。僕も一応ロムンの人間だから見なかったことにするのもな。何らかの形で総督府に連絡できないか考えてみようと思う。アドル、君にとっては巻き込まれた形になってしまったね。
こんな時でも君は落ち着いてるな。そういえばアドル、そろそろ塔の独房に戻らなくていいのかい？監獄はすでに騎士団の制圧下にある可能性が高い。しばらくは互いに慎重に行動した方が良さそうだね。また時期を見計らって特に降りてきてくれないか。帝国騎士団に古代種とは確かにいろいろあったみたいだね。古代種か、セイレントを思い出すな。常識的に考えりゃ怪人以上にありえない存在だぜ。帝国騎士団の連中は一体どうやってそんなものを。それとユハ君まで怪人だったとは、これにも一本取られたね。ごめんなさい、これまで怪人の活動に積極的じゃなかったから、アドル君に協力している店長たちにも言い出せなくて。やだ、もう当然よ、あの子たちのためでしょ。あなたは姉であり母親であり父親の役目すらも果たしてきた。だからお父さんの農場も決して休もうとしなかったね、アドルちゃん。ああ、アドル君、店長。店長はもしかして気づいていたのかい？そりゃあね。え、どうして？もちろん勘よ、これだけ一緒に仕事してればね。やれやれ、かなわねえな。
いいかな。どれどれ。おお、これを。いいかな。
しておくとするか。よし来た、よし来た。どうだ、腕これで完成だ。よし、どうだ、腕の、どうだ、腕の、どうだ。こんなところか。お疲れさん。頼まれました。
私に？ありがとう。他にも買ってきましょう。どうしましょうか。かしこまりました。かしこまりました。頼まれました。かしこまります。かしこまります。頼まれました。かしこまりました。頼まれました。頼まれました。かしこまりました。もういい。またいつでも言ってください。
人たちを。素晴らしい活躍だ。この調子で頼むぞ。
お疲れ様。これが美しいということなのですね。うちは品揃え、好きなだけ見ていっておくれ。どうしたん？また来ておくれよ。そうか、要件を聞かせてもらおう。取引の依頼か。要件を聞かせてもらおう。ではな。
何が欲しいのかしら。愛情たっぷりよ。お腹空いたらま頑張ってきてね、アダルちゃん。何が欲しいのかしら。愛情たっぷりよ。もう頑張ってきてね、アダルちゃん。アドルちゃんは何を選ぶのかしら。ほーら、作りたもう頑張ってきてね、アドルちゃん。
要件を聞かせてもらおう。これを選ぶとはさすがだな。ではな。アドルちゃん、頑張ってきてね、アドルちゃん。条件を聞かせてもらおう。これを選ぶとはさすがだな。ではな。頑張ってきてね、アダルちゃん。Thank you.
またな。いいかな。こんにちは。何がいるようですか？次はまた来てくださいね。
行け。下に行けんじゃねえか？なんか入り口っぽい穴が開いてるぜ。
Yeah.
宝箱。なかなかやるじゃん。やるなアドル。こっちだ。そうだな。マジで城壁に出やがったな。あとはこの壁を登れば。結構な高さがありますね。登りやすい場所を探しましょう。
上々だな。こういうのも慣れちゃいましたね。入りな。よく来たね、怪人諸君。ああ、自己紹介がまだだったね。私はマルゴット。見ての通り、ただのバーバーさね。
それは。Thank you.
ええ。できました。